常識とか非常識とか全く関係ないよ。いつでも大事なのは本当に大事なのは多数決。社会民主主義国家を支える掟は多数決。いつでも何でもどこでも誰でもやっぱり決めるの多数決。選挙はもちろん規則や法律、大事なものなら多数決。一旦決まれば文句は言えない。言っても何にも始まんないよ。少数意見は無視して結構、絶対世間には見向きもされない。少数意見は気にして OK、 絶対世間には相手にされないよ。多数決。ことのよし足関係ないよ。決まってしまえばそいつが
常識、そんな日本に誰がした、元をたどれば多数決。そんなこんなでね、今日楽しかったライブも、やっと最後の曲に。